終わってしまったぜ。昨日青さんに指さしてもらえた。よかった気づいてもらえてよかった。私はなんだ、目に映るカンペうちわに全部反応した。あ、オピソーさん頑張った、ありがとう頑張った、ありがとうね。あ、梅太郎さんも星いっぱいありがとう、キラキラ嬉しい、ペカリペカリありがとう。めっちゃ遠くから手振ったら振り返してくれたと思えた。え、じゃあそれは私だよ。わあ、誰よりも大きく手を振ってほしい今日も。ガチでどんだけ目が合わせたか。え、めっちゃ見えたよ普通に。葵ちゃんの視力マサイやあのドンキでさ、なんかいつもはあのマイナス 2.5 ぐらいなんだけど、しあのカラコンコンタクトの度数がさマイナス 2.5 なんだけど、みんなのことをよく見たいからあのマイナス 2.75 のカラコン買った。てかさ、今日さマジ昨日とあと今日さもうやばいぐらい食べたから、ちょっとなんかおかしいわ、なんか目がなんか目が腫れてる。あ、片隅さんだ、ありがとう。え、タワー、あ、キラキラタワー、 ありがとう片隅さん、ペカリペカリありがとう片隅さんね、昨日昨日ありがとうね、なんかあのツイートしてくれてたの見たよ。いや、私は片隅さんのことそんな無感情人間みたいなことを思ったこと全くないし、とっても優しいあの人だなってねいつも思ってるんですけど、片隅さんがそんなんだ、私の歌でなんか感動して涙が出たよみたいなことを言ってくれてて、すごい嬉しかった、めちゃめちゃ嬉しかったんだよね。で、久しぶりに片隅さんとね一緒の時間を過ごせたこともマジで幸せだったよ。青さんが幸せをもらっているぐらい片隅さんのことも幸せにできてたらいいな。いつもありがとうね、これからも末永くよろしくま、いつもありがとう、たーありがとうです。あ、みきちゃんもありがとう、 I love you、 I love みきちゃん、ありがとう。あ、そうだ、あのツアーがなんか受付してるから、昨日葵ちゃんにときめきました。嬉しい、1月の対面で申し込むね。え、ぜひ待ってる待ってる、多分ね水曜日かな、いつもなんか受付が始まるから、そしたらまた告知するから、ぜひぜひ待ってるね、覚えとこう名前ありがとう、嬉しい。くーま昨日葵ちゃんに一目惚れしました。嬉しい、その一目惚れしたなんて言ってもらえること人生で本当にないですからね、嬉しい。これからもっと好きになってもらえるように頑張るぞ。にゃ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 、最近葵ちゃん好きなんでツアー応募したら当たった。嬉しい、会いに行くの楽しみ。嬉しい、どこの会場に来てくれるんだろう。あ、そう、あのね福岡の福岡公演が受付してるから、それをテロップね、福岡っていうの、ね、ツアー、あ、ツアー福岡プレイガイド受付って何、プレイガイドって何ですか。まあでも誰でも応募できるっていうことだよね。ツアー福岡受付中、受付中です、これでいいか。にゃ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 、あれ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 、こうして、これでいいか。あれ、反映されない、
ツアー福岡受付中です。なんで反映されないんだが。できたできたできた。にゃ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 。わあ待って、ありがとうみんな、ちょっと待って。ああ、ありがとう先輩も、え、タワーありがとう。わあ先輩ありがとうね、嬉しいよ。先輩とまた一つ大切な思い出が増えて幸せですよ。青さんは先輩はでもお話し会がないから、お話し会が早くあったらいいなという気持ちですけど、ごめんね先輩、さっき結構最近最初の本投げてくれてたのに読むの遅くなっちゃってごめん。昨日近くで見てたね、ありがとうね、すごい嬉しかったよ。あ、待って待って、いっぱい来てる、やばい、どうしよう、ありがとう、待ってやばい、ありがとう、いえいえごめんね、ありがとう、優しい、いつも優しい。あれだ、今度の10月の対面は会えるのかな、早く先輩にと会いたいなという気持ちで溢れてしまった。早く会えるのを楽しみにしてます。ありがとうね、本当にいつもありがとう。やばい、どうしたらいいんだ、ありがとう、コメントがいっぱい、ありがとう、全部読みたい気持ち。来週行く、あ、本当によかった、嬉しい、楽しみにしてる、いつもありがとう、会ってるね、アクアクマ、来週、もう来週か、やばいね、来週か。あ、エミさんもお疲れ、ありがとう、お疲れ。あ、なのかちゃんもありがとう、クマさんタワーありがとう、なのかちゃん嬉しいよ、昨日見てくれてありがとうね。なのかちゃんは青さんのこと好きですか。青さんは今日もなのかちゃんのこと大好きですよ。昨日見つけてくれてありがとう、嬉しかった。こちらこそね、なんか青さんにアピールしてくれてありがとう、嬉しかったよ。またねライブ来てくれたら見つけられるように頑張る。会いに来てくれて本当にありがとう。とっても嬉しかった。また、なのかちゃんに会えるの楽しみにしてるね。いつもありがとう。ペカリペカリ。キラキラ。くまさんとはありがとう。昨日友人誘われて初参戦、葵ちゃんの歌唱を様子来て、星になっとる。で、ファンだって見つけてしまった。嬉しい、そんな。嬉しい。ありがとう。すごい嬉しい。昨日夜公演8列目でうちわ振ってたら返してくれて嬉しかったです。うちわ振ってくれてありがとうね。青さんも見つけさせてくれてありがとう。目の前来てくれて可愛すぎて椅子にぶっ倒れちゃいましたよかった、ぶっ倒れないで生きててくれてよかったよ、ありがとうね。やばい、みんながいっぱい送ってくれるのが嬉しい。あ、キョロさんもありがとう、クマさんタワー、クマありがとう、クマペカリペカリ。ね、昨日ね、キョロさんのことめっちゃ見えたよ、めっちゃ見えたから、ちゃんとレッスンを送ったつもりなんだけど、受け取ってくれたかしら、すごい嬉しかった。本当にね、キョロさんがいつにも増してニコニコ笑顔でね、青さんも幸せいっぱいだった、この中最高でした、昼間もがり、こちらこそ本当にね、いつもキョロさんに幸せをもらってばかりなんだ。青さんも昨日はちょっとでも恩返しできてたらいいな、いつもありがとうね、またすぐ会えるのを楽しみにしてる、本当にありがとう、今日もラブです。あ、受け取ってくれたよかった、ありがとう、ばかりばかり、ありがとう。あ、あよりさんも頑張った、ありがとう、頑張った、待てよ、みんなのおかげで頑張れたよ、ありがとうね。読んでないのあるか、ちょっと待ってね。あ、はなさん結婚して、結婚はちょっとちょっと重大なことなのですぐに決められません。ありがとうございます、気持ちだけ受け取っておきます。ペコリペコリ、青さんの声が心にたくさん響いて、そんな嬉しい、なんか難しい、月下美人さすごい難しくて、待って、話したいことがいっぱいありすぎてやばいんですけど、本当にさあ、ヒロインと狼衣装の写真あるかな、あ、なんかねちょっとあんまり時間がなかったんだけどね、桃香のスマホに映って、桃香とジュリーと3人で撮
撮った写真がね多分1枚だけある気がする。いつかいつか載せますね。にゃ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 にニャ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 。対面お話し会どんなお洋服着るの？え、あのねまだ決めてなくて、あのね、あでも一個着たいのある。え、対面お話し会？あれ、ね来週あるのってさ、ツーショット、それお話し会。待って私やばいよね、自分の予定なのに何も把握してないの本当にやばいんだけど。来週あるのは何のイベントですか？え、お話し会、ツーショット。初めてイコノイジョイフェス行きました。ありがとう。あれコニファーフォレスト、どこからどこにお住まいか分かんないけど、きっと遠かったろうに来てくれてありがとう。来てよかったって思ってもらえるステージをお届けできたかしら。昨日雨降らなくて本当よかった。それな、なんかさ、でも終わった後すごい降り始めたっていうのを聞いたんですけど、みんな大丈夫だった？私たちねすぐねバスに乗ってねさーっと帰らせてもらいました。だから全然雨に打たれなかったんだけど、イコノイジョイフェス楽しすぎました。よかった。圧倒的柏原くんに惚れました。嬉しい、そんな言ってもらえるの。いや、青さんはね本当に歌うこと好きなんだけど、なんかやっぱね悩むこともいっぱいあってね、今回もいっぱいどうしようと思ったこともいっぱいあったんだけど、そうやって言ってもらえて嬉しいな。くーま、来週はお話し会なんだ、ありがとう。お話し会はさ2日ある？2日あるよね、あれ2日あるよね。待って、全然違ったら本当にごめんなさい。あ、この日なさん生きがいだって、ありがとう。この日なさん生きがい、嬉しい、こっちのセリフだよ、いつもありがとう。ピコリピコリ。あ、待って、梅太郎さんごめん、読んでなくて。梅太郎さん I love you いっぱい、 I love you、 I love 梅太郎さんありがとう。昨日本当にありがとう。昨日さ、昼も夜もさ結構すぐにさ見えてさ、すごい嬉しかったね。梅太郎さん、梅太郎さん見つけたよってできてすごい嬉しかったよ。最高ライブでした。今年もトロッコは立てなかったが怖いもんね。だってさ、コニファーの地面ってやっぱ外だから、コンクリートがねボコボコしててめっちゃガタガタするの。だから屋内のライブ会場だったら私トロッコ立てるんだよ。別にトロッコが怖いんじゃなくて、コニファーの地面が怖いんです。だから私はね膝立ちしてた、トロッコの中で膝で立って、みんなにね手を振ってましたよ。でもありがとう。その最高と言ってもらえて、青さんは嬉しいです。青さんも最高でした。これからもずっとずっとよろしく、いつもありがとう。ピクリピクリね、楽しそうにしてくれててよかったです。今日もラブです。ピカリピカリありがとう。大感謝祭で初めましてします。嬉しい。大感謝祭さ、なんか球技やるみたいに言ってたんだけどさ、私球技できないからさ、ちょっと幻滅ってなったらどうしよう。葵ちゃん球技下手くそすぎ、幻滅そんな ならないでねなんか球技やるって書いてなかった？なんかミニ球技大会ミニライブみたいな、あれ球技大会とミニライブみたいなじゃなかった？頑張るよ。あ、でも私昨日のディスコのなんか2サビ前にみんなサインボールをねパーン投げたんだけど、私マジで客席に届かないかもって心配してたんだけど、一応客席にね届いたみたいでよかった。行く手幅見なさいリンガディンド、急
急上昇超加速止まれない、だから君君が全員幸せになれ。目の前にいきなり出てきてビビった。こっちだってビビったよ。こっちだって急に目の前にいるやんってね。嬉しかったよめちゃくちゃ。あ、そうだ、亀子さんの写真もめっちゃ見てるよ。いっぱい保存してる。すごい嬉しい。たくさん撮ってくれて本当にありがとう。6日のお話し会で初めましてします。マイスないからうまく話せるか心配。え、嬉しい。初めましてかな。全然初めましてな感じがしない。嬉しい。で、あの全然青さんがぺちゃくちゃぺちゃくちゃあの喋るんで会えるの楽しみにしてる。嬉しいな。あ、チャムだ。クラゲチャムありがとう。 I love you。 I love クラゲチャム。ペカリペカリありがとう。にゃ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 、偽善と言われても構わない、今伝えたい空間がフィーバー、じゃあなな君から見える。夏美と二人でイチャイチャしてたのめっちゃ良かった。え、そう、なんか今年はあの何、先輩方との全体曲みたいな感じの時に結構夏美さんとなんか一緒になることが多くて、あのね、昼のススキとかね、他の曲でも結構隣の立ち位置が隣だったりすることが多くてね、ね、いっぱいお話できました。嬉しかった。もうずっと優しくてずっと可愛いんです。ヤンキー葵ちゃん可愛さ溢れてた。え、そうだよね。私ってさ、なんかどう頑張ってもさ怖くなんないからさ、なんか怖く、なんか怖くかっこよく、うん、別に怖くなる必要ないかもしれないけど、かっこよくできなくてさ、なんかすごい弱そうだなって。きっとあのこうヤンキー、ヤンキーあのカーストの最下位にいるめちゃ弱ヤンキーやんって思いながらね、ちょっとやってた。クマのイヤリングとネックレス着てね。え、そうなの。あれさ、本当にあのそういう小物とかまでさ全部あのおしゃれカンパニーさんが決めてくださってるんだけど、あのフィッティングの時にさ、え、クマなんですけど、めっちゃ嬉しかった。クマクマ、配信だったけどめっちゃ良かった。え、ありがとうね。そう、配信で見てくれてた方も嬉しかった。でも私カメラ探すの本当に下手でさ、なんかカメラを探したかったんだけど、なんかあんまりカメラを見れなくて反省反省。そう、下っ端ヤンキーなんですよ。ヤンキー。君から見える景色。あ、みさきくんじゃん。パフェタワーありがとう。みさきくん、ペカリペカリ。昨日めっちゃ楽しかったよ。めっちゃ見えてよ。てかなんかさ、ちょっと会えない時間あるだけでさ、なんかきっとわ、あ、俺のことは忘れてるみたいな感じだけどさ、そんなすぐ忘れるわけないから。多分あの90ぐらいのおばあちゃんになってもね、覚えてると思いますよ。私の好きの気持ちを舐めないでくれや。ちっちっち。でも楽しかった。あのなんだっけ、カンペみたいなのもすごい嬉しかったよ。あのちゃんと見つけられてよかった。いつも頑張っていて本当に偉い偉い。よし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 。いつもありがとね。そっちこそ、青さんのこと忘れるなよ。いつもありがとう。今日も大好きです。ピカリピカリありがとう。昨日トヨコの時見つけてくれて嬉しかった。え、そう、ありがとう。そう、こちらこそ、あのみんなと目を合わせるぞという気持ちだったので、青さんのことをちゃんと見ててくれてありがとうね。そう、動画撮影タイムあったからさ、動画
動画撮ってくれたかしら。にょ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 。カメラ探しはにゃたんが上手なイメージ。え、本当にそう。なんか小木さんだってさ、しかもイコノジョイってさ、もうカメラめっちゃいっぱいあるのにさ、もうなんかすぐカメラの場所をすぐ見つけてるっていうか、すごい本当に。眠れないよ、ドキドキだって、ちゃんちゃんトリプルテイ、ちゃんうわ、ちちちレッツゴー。青さん歌声と歌う姿大好きだなと改めて思いました。嬉しい、そう絶対行きます。待ってるよマジで。福岡行けそうかもっていう方いませんか？ご予定いかがですか？ぜひぜひニアジョイのライブ来てくださいよ。待ってますよ。2週間後マジでやばいよね。大丈夫かな。あ、お、牛しかだ。ユサだ。ありがとうユサ。ユサしか勝たん。ありがとう。ペカリペカリ。ありがとう。あ、カナちゃん守りたい、この笑顔。ありがとう。あ、さあカナちゃんの笑顔を守る。ありがとう。あ、カリカリウムちゃん牛しか勝たん。カリカリウムちゃんしか勝たん。ありがとう。ありがとう。幕張は絶対行く。え、待って、本当に来てほしい。マジで待ってるよ。来てほしいよ。え、ちょっとツアーのことちょっとやばいよ。全然まだまだって感じで。昼公演で葵ちゃんのこと大好きになりました。え、嬉しい。嬉しい。じゃあもっともっとこれから大好きになってね。大好きになってほしいよ。にゃー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 。大西はさ、年々すべてが良くなってビビる。本当に嬉しいけど、そうかい。嬉しいね。じゃあ来年はもっともっとすごい青さを見せれるように頑張るよ。頑張るんばるんばるんば。あ、そう、くるかきでね、今年は宝水銃打てないかもと思ってたんだけど、打てないのかなって思ってたんだけどさ、くるかきで打てました。てかお水飲んでいいすか。くるくるかき氷、にゃ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 。頑張るよつわ。恋のハンコ押し、バクツーの方で恋のハンコ押してってカンペかな持ってたの私です。あ、見えたやつだ。わかるよ、大好きわしわしでした。嬉しい。恋のハンコ押せたかしら。押してよね。いつは本当に楽しみ。頑張るよ。びちゃびちゃになった。なんか見てるこっちもね、なんか申し訳ないぐらい水かけちゃった。クマクマ、ニョニョンニョニョ、キスはいかが、君が決めて今日の結末を。ゆうだいくん、ありがとう。 I love you, I love you, だいくん。ありがとう。ペカリペカリ。私のこの気持ち全部全部飲み干してよ。お水飲みます。
うまし。会いたいだって甘い愛で満たして早く。はあ、マジで今日15時間ぐらい寝た。私のこの気持ち、ニャージューの夢見る衣装を歌唱も早く見たいです。確かにあの衣装さ着たのさ MV ぐらいだよね。 MV そうだね、可愛いよね。てかマジで本当食べ過ぎたんだよね。あのイコノイ女優終わってから本当にさっきまでやばいぐらい食べてた。あ、シュウさん守りたいかよありがとう。あ、さあシュウさんの笑顔守るよ、ありがとうあ、生きがいがねめっちゃ来たってことなんだよね。あ、ののぐさんののぐさんだありがとう。生きがいですか、あおさんもののぐさんが生きがいですよ。本当にどうしようね、昨日でさらに大好きが大好き増してしまってどうしようねって感じだった。月下美人ゴー泣きでした、好きすぎて辛いです青さんもです、青さんも好きすぎて辛いです。あのなんだっけすごいさ一杯目があってちょっとねやばかったねめちゃくちゃ見えて嬉しかった可愛い T シャツ着てたね、なんかクマさん可愛いシャツ着てったな、着てるな今日もって思ってた僕には君だけ、受け取ってくれた？今日もラブです早くまた会いたいです、いつもありがとう、会いに来てくれて本当にありがとうね。どれぐらい時間がかかったんだろう、嬉しかったよ。あ、花さんもありがとう、ゲーミングクマさんだ、ありがとう花さん、クマピカリピカリありがとう。にゃ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 、ライブまたしたいね、受けたさ、よかったよかったよ。え、あのね今日っていうかイコノイジョイが終わってから私が何を食べたかというと、あ、まずイコノイジョイが終わる前、普通に昼公演が終わった時点でなんかもうめちゃくちゃお腹が空いてしまって、あのコラボメニューのなんかコラボフードがめっちゃねケータリングのところとかにいっぱい置いてあったの。それでなんかイコノイジョイポテトかな、イコノイジョイポテトだって、イコノイジョイ揚げたこ焼きっていうのがなんかあって、それを食べたのね。ポテトが結構ねすごい量で、すごい量だったんだけど一人で全部食べたし、揚げたこ焼きも全部食べた。ちょっとすごいカロリー爆弾って感じだったんだけど、それを食べたでしょ、まず昼と夜の間に。何食べたかな、で夜終わった後は差し入れがね、とにかくイコノイジョイってすごい量の差し入れが本当に毎回ね、なんだこのイコノイさんとかあとメンバーとかのご両親がすごいいっぱい差し入れを持ってきてくださるから、もう そんでもない量のね差し入れがあるからね。私はねなんとね今回ズーズーしいことにね、あのエコバッグをね持参して、差し入れを終演後にかっさらっていく用のエコバッグ、それだけのためのエコバッグを今回持ってって、そのマイバッグに差し入れのお菓子とか美味しいものを詰めていった。そう、差し入れ泥棒なんで、めっちゃねもう全ての差し入れをね自分のカバンに詰めていった。あ、ゆさ頑張った、ありがとう頑張れたよ、ゆさのおかげで頑張れたよ、ありがとう、ぺかりぺかりありがとう。確かに SDGs お姉さん、
そう、それでさ、いっぱいあったの。本当に信じられないぐらいいっぱいあったんだけど、帰りはバスで帰ったんだけどね、もう帰りのバスでまたお腹が空いてきちゃって、でも手元にある食料が、まあ、その差し入れの甘いものしか、甘いものだけだったから、ご飯とかなかったから、とにかくお菓子をね、なんか帰りのバスで食べてたんで。何を食べたんだっけ、昨日のモーメントであげたイコノイジョイベーグルみたいな、すごいね、色のベーグルがあったんですよ。すごい原色って感じのベーグルがあったんだよね。揚げパンかな、あれ揚げパンベーグル、よくわかんないんだけど、ぐるんぐるんのね、なんか飴だったらでかすぎでもさ、お祭りとかに売ってる飴みたいな色してるよね。そう、あれ、あのね、ベーグル揚げパンを食べまして、で、あとプリンを食べまして、プリンもどなたかの親御さんが差し入れしてくださったプリンを食べまして、クッキーも食べまして、それがね、帰りのバスの中でね食べたんだよね。揚げパンか、揚げパンか、あれ揚げパンか、揚げパン、そう、それ食べた。今バスの中で食べたんだけど、なんかすごいしょっぱいものが食べたくなっちゃったの、甘いものを食べたら。それで家に帰ったら、家に着いたのが10時半ぐらいだったの。10時半ぐらいだったんだけど、まあ、そっからツイートとかして、ツイッターとか見たりして、10時はもっと遅かったかな、まあ、とにかくね、まあ、まだ私は全然胃袋がでっかいので、お菓子だけじゃ全然胃袋が満たされなくて、だからしょっぱいものが食べたいと思ってね、インスタントラーメンを食べました。食べたのね、いつだっけ、あれいつだっけ、スペーベ福岡、スペーベ福岡かなの時に帰りにお土産で買ったなんかラーメンセットみたいなやつの、そう、ラーメンを食べたんだけど、ちょっとまだお腹が空いてたから、もう一個もう一個、これはね、その辺で買ったなんか北海道味噌ラーメンみたいな感じのインスタントラーメンを食べて、あと刺身こんにゃくも食べたそれでね、朝起きたらね、ドカ食い気絶みたいな、ドカ食い気絶、気絶しなかった、全然起きてたけど、全然起きてたんだけど、ドカ食いして、ディバさん尊い、本当に胃袋大きいけど尊い、胃袋大きいことも尊いと思ってくれる、ありがとうね、嬉しいですよ、ペコリペコリ、はちゃん守りたい声が嬉しい、はちゃんありがとう、あわさんもはちゃんの笑顔を守るよ、ペコリペコリありがとう。で、刺身こんにゃくはね、全然ね、カロリーゼロカロリー、そう、ドカ食い気絶部気絶抜きだよ、私気絶なんてしないから、いくらでもいけるで。あ、翔さん、翔村を破壊、愛してるわ、嬉しい、俺が生まれてきた理由、それは翔さんに出会うため、俺と一緒に人生愛を世界で一番愛してる、愛してるありがとう翔さん、ペカリペカリありがとう。クマクマ、さすがニア中のルフィだって、私ワンピース1ミリも知らない、クソお世話になりましたしか知らない、クマクマ、何時間ぐらい寝た、でも結局夜中までなんかだらだら起きてて、お風呂に入ろうかってなんかお風呂に入らなきゃって思いながらぼーっとしてたら、まあ1時ぐらいになったんだけど、
本当にお風呂に入る気力が湧かなくて、とりあえずメイクだけでも落とさなきゃって思って、あの1時半ぐらいになってようやく、ソファーから起き上がってメイクを落として、そのまま気絶したあのどか食いして気絶したんじゃなくて、普通に疲れて気絶したんだけど、でそれで朝起きたのが朝じゃないんだけども、朝じゃないんだけど12時半ぐらいに目が覚めたのね。12時半ぐらいに目が覚めて、そっからなんかお昼ご飯がなんかパスタだったんだけど、母が作ってくれたパスタを食べて、そしたらまた眠くなっちゃって寝ましたそうね、だから1時ぐらいにまた寝て、起きたのが5時ぐらいかな、5時ぐらいにまた起きて、午後の5時ぐらいまた起きて、それで私はね、もう月見が食べたかったの。どうしても私イコノイジョイ終わるまで月見を食べないぞと思って、月見を我慢してたんだけど、月見食べたいって思って、あの母に夜ご飯マックにしようって言って、夜ご飯マックになったんだけど、母が買いに行ってくれて、なんか私マックの月見食べたんだけどさ、なんか種類がよく分からなかったんだけど、なんか芳醇ふわとろ月見みたいな、そう、それあれなんか普通の月見と何が違うのかよく分かんないんだけど、それしかも私ね倍なんか母がなんでか知らないけどね、倍にしてくれたなんかその芳醇ふわとろ月見みたいなやつの倍バーガーにして、倍バーガーにして、あとプリプリエビプリオみたいなやつ、プリプリエビプリオ、そうサイドメニューなんか食べたいと思って、プリプリエビプリオと、あとねポテトの L サイズ、そう L サイズが安かったかららしく、なんか母が買ってきてくて、ポテトの L サイズと、あなんだっけあれ、月見パイ食べました。ドカ食いぶすぎるよね。バイバーガーにポテトの L サイズにプリプリエビプリを食べて、デザートにあの月見パイ食べた。やばいよね。でもあの普通にその前にあのイコノイジョイの差し入れも普通食べたのね。だからちょっとねおかしいんだ、胃袋がおかしいことになってる。あはちみさん最高だって。最高ですか、最高、まーい、ありがとう、ピカリピカリ。でもなんかさ、なんか胃がね衰えてきてるのを感じる。なんかねちょっと今ね胃がねなんかなんていうの、油って感じ、すごい体がねあのさっぱりしたものを求めてる。体の中がこう油汚れって感じ、油汚れをさっぱりしたもので洗い流したいぜっていう感じがねしてる。くまくま、そう食欲まだあるの、怖いよね、怖いのが食欲はまだあるの。あのね私ねサラダがめちゃくちゃ食べたい今。あ私さあのさこの間ね、あの私ウーバーに最近ハマってるんですけど、あのリハの時にウーバーするにハマってんだけど、この間何頼もうかなって思って、レノンが ここのサラダが美味しいってね、おすすめしてくれた、なんだっけ、なんかなんだっけ、ウィズグリーンかな、ウィズグリーン、なんかそんなような名前のサラダ屋さん
わかります、なんか有名らしいんだけど、ウィズグリーンでなんかサラダ屋さんでウーバーしたのね。そしたら本当に美味しくて、ウーバーイーツね、なんかいっぱい種類があった、サラダの種類いっぱいあったんだけど、私はね何にしたなんかきんぴらと、きんぴらごぼう、きんぴらとさつまいもと玄米ご飯のなんとかサラダみたいな、めっちゃ美味しそうじゃない、タイトルで優勝してるのね。きんぴら大好きなの、きんぴらも大好きだし、さつまいも大好きだし、玄米ご飯も大好きだから、まあ、私この世にあるご飯大体全部大好きなんだけど、まあ全部大好きだからちょっとそれにしようと思って、でもちょっとそれだけで足りないかなって思ってトッピングを追加したのね。玉ねぎとコーンとゆで卵だを追加したんだけど、めっちゃ美味しかったの。そのサラダがちゃんとレタスとかも入ってるんだよ、レタスとかもちゃんと入ってて、すごい美味しくて、そう量がね結構しっかりあって、こんな大きめのなんかボールみたいな感じのお皿に、くーまくーま、そうドレッシングがねいっぱいあって迷ったんだけど、普通に一番上にあったおすすめってやつにしといた。イズグリー美味しいよね、美味しかったの。でもまだその1回しか食べたことないからさ、またあのねツアーのリハが始まったらウーバーするんだ、ウーバーイーツするんだ、おしいしか勝たん、わっりょうたくんしか勝たん、ありがとうりょうたくん、ぺかりぺかり、ありがとうくーま、成人男性の Y より食っとる、若いすごい。いやなんかさ本当にやばいよね、食欲抑えらんなくてやばい。でもなんかうん、でも確実にね衰えて飽きてるんだよね。だって普通に私マックこんだけ食べても胃もたれとか感じたことなかったのに、なんかね胃がちょっとうわってなってる今だからね。衰えてきてんだわ。いや、水食い秋限定シャインマスカットとか柿とかのサラダあるよ。え、そう、そういうフルーツ系のサラダってなんかあんま食べたことなくてさ、合うのかなっていう。レタスとかとさ、果物さ、一緒にさ、なんかドレッシングかけて食べて。なんかどういう味なんだろうっていうさ、ね、サラダボールって美味しいよね。あーサラダ好き、社員まで思い出した。あのねリハーサルのね後にね伊藤さんがね伊藤さんがすんごい量のねもうフルーツ、もう結婚式、ここは結婚式会場ですかみたいなね、すんごいなんかフルーツの豪華なすんごいなんかフルーツセットみたいなやつをね差し入れしてくださって、それがなんかお値段がちょっと言えないんですけど、とてもな感じのお値段だったのね。それでみんなでフルーツをさ、イコの獣医みんなでありがたくいただいたんですけど、そう、それでお値段を聞いて
リサさんがヤバすんぎヤバすんぎってずっと言っててちょっと面白かった。ヤバすんぎちょっとじわじわしちゃってね、なんかふんってなってさ。めっちゃ美味しかった。そうシャインマスカットもあって、シャインマスカットなんかいっぱいあったね。私はパイナップルがすごい好きなんですけど、パイナップルもねいっぱいあって美味しかった。パイナップルいっぱいもらっちゃった。あ、ゆいかちゃん愛してる、わ嬉しい。俺が生まれてきた理由、それはゆいかちゃんに出会うため、俺と一緒の人生、あ、世界で一番愛してる、愛してる、ペコリペコリ、ありがとう。マジでパイナップルって美味しいね。なんであんな美味しいんだろう。もうシャインマがやっぱ人気だったね。なんか本当にすごい量だったの。最後あの持ち帰り用のなんかパックみたいなのをスタッフさんが置いといてくださって、それでみんなでこう残ったやつをいっぱい詰めて帰ったんだけど、シャインマはね結構早々に売り切れでした。売り切れくんですよ。パイナップルはいっぱいあったから、私はいっぱいパイナップルもらいました。カーテンの中そよ風とニャ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 くれるくれ。あ、生きがいだね。ありがとうマッツンだ。生きがいですか、嬉しいな。マッツンありがとう、ペカリペカリありがとう。あ、チアヤもありがとう、 I love you だって。チアヤ I love チアヤ、ありがとうチアヤ、ペカリペカリありがとう。なんかさマジでさ、もうさ本当にさもう乙女心コロ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 って感じだからさ、すぐに気持ちが変わるんだけどさ、髪の毛切りたくなってきたんだよね。あのね1ヶ月前ぐらいもね切りたいって思っててね、それで2週間前ぐらいね、やっぱ伸ばしたいって思ってね。それで今ね、また切りたいって思ってんの。ちょっとやばいよね、なんか。乙女心、乙女なので。アンダーグラウンドから、君の指まで、遠くはないのさ、iPhone の明かり。どう思う？でもツアーはやっぱいろんな髪型したいから、ツアーは伸ばして。でもねあのね、そんなねそんな切ってないんだけど、イコマイジョイの3日前ぐらいに美容院行った時になんか2センチ3センチぐらいね切ったんだよね。まあ、分かんないよね普通に。私も分かんないもん。正直何してても可愛いというか。ありがとうね。切るならどの辺？あのね2周年ぐらいまで切りたいでね。2周年ぐらい、もうちょっとなんかあのボブまで、ボブなんかボブっていうほど短くないんだけど、まあちょっとボブに入るかなぐらいの、こんぐらい。難しい、ちょっと。あ、ちょっと難しいな。髪の毛がパサパサしちゃうわ。
こんぐらいがいいな。こんぐらいまで聞いたい。小木さんよりは長い気がする。え、ツアーはね、なんかいろんな髪型したいなっていう気持ちだからね、伸ばそうかな。この長さでさ、高めツインとかできるのかな。私ね、高めって言っても、まあ、耳上ぐらいが好きなんだけど、なんか見るものガビンぐらいの、またやりたくて。でもなんか変になっちゃうかな、この長さだと。こんぐらいのさ、短いかな、ちょっと長さ足りないかな、こんぐらいの高さのやりたいんだよね。サイドポニーもやりたい。嬉しい。こんぐらいのね、ツインやりたいんだよね。嬉しい。ね、ツアーはね、それやりたいんだよっていう。にゃ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 。でもツアー終わったら切りたいな。やっぱこんぐらいまで切りたいな。にゃにゃにゃ。この勢いで葵ちゃんの髪の毛ツヤンツヤンでびっくりした。嬉しい。でも私そのマジで毛量が多すぎてさ、本当になんか爆発ってしちゃうんだけど、ポニテはねやっぱあんまりさごちゃごちゃしないからさ、よかったね。あ、ハタさん、俺の夢、ちょっと夢になった覚えはないんですけど、とても嬉しいですが、夢になった覚えはない。ありがとう、ピカリピカリ。オフィシャさん、あ、アイラブユー、ありがとう。アイラブオフィシャさん、ありがとう。アーチビさんもかわいい、ありがとう、嬉しい、わーい。あ、待って、全部めっちゃ読むの遅くなっちゃってごめん、なおたん、ありがとう。クマさんとは、待って、全然、ちょっと待って、今もいてくれる、よかった。ごめん遅くなって、ねえ昨日楽しかった。ねえ神子さんね、撮ってくれてないかな、これ。あ、よかった、ありがとう。ねえ本当に楽しかった。なんか直太の顔が見えた瞬間、わーありがとう、ちょっと安心してわーってなっちゃったね。昼も夜もなんかちょっとラブラブタイムがあったよね、私と直太だけのラブラブタイムがありましたわね。ね、私もときめいてしまいましたよ。嬉しかったな。ナオタのことが大好き。大好きだわとね、ちょっと改めて思ってしまう時間でしたよ。ボクちゃんの方が大好き。いつもありがとう。今日も明日もずっとラブ。また早く会いましょう。アウサーはナオタのことをもっと近くでじーっと 見たいです。見つめ合いっこしたい。ペカリペカリ、ありがとう。クーマクーマ
私読んでないのないかしら。来週の対面ね、マジで楽しみ。どうしよう、どうしよう。昨日の行かないで、アーサーのこと、私好きだった。嬉しい、わーい。嬉しい。じゃあ、これからもっともっと好きになってもらうの。頑張るよ。くま、くま。ポーニッシュさん、友達もウルトラ好評でした。え、本当？嬉しい。ポニーテールさ、なんかどうかなって、どうかな、どうかなって思ってたんだけど、私はねすごい自分的にはあのね、とにかく楽なんだよね。もう世界で一番楽な髪型なのね。顔周りに髪の毛がないってね、こんなにも楽なんだって思って、最近はやっぱシンデレラの洗剤合わせが多かったから、シンデレラのストレートおろしだから、ストレートおろしでライブをすることが多くて、なんかでもやっぱそんなにこう頭を動かさない曲ならいいんだけど、ライオンとかやるともう絶対髪の毛こうもう暴れまくって、もうボサボサになっちゃうのね。なんかだからライオンとか終わった後すごいもう頭が大爆発してるんだけど、ポニってそういうことが起きないからさ、なんかおー、なんて便利な髪型なんや、なんて扱いやすい髪型なんだって思ったんだけどね。でもなんかキュッてなるよね。キュッてなるからさ、なんか印象もキュッてなるな。ちょっと語彙力が本当なくて伝わるか分かんないんだけど、なんかギュッこう髪の毛ギュッてなるから、なんか印象、顔ってなんかこう人間としての印象もギュッてなる気がして、なんかもっと柔らかい感じの方がいいかなって思って、だからなんかおろし、やっぱおろし、こんぐらいのおろしがなんかもうちょっと、私2周年の時のカメ子写真がめっちゃ好きなんだけど、いやでも全部好きなんだよ、どの時のカメ子さんの写真も全部大好きなんですけど、2周年のカメ子写真はすごい好きなんだけど、なんかこうおろしでこう柔らかい雰囲気になるかなっていう感じがしてね。あのポイントで有名な人にさ引っ張られる感じで頭が痛くなると言ってたけど大丈夫？あ、それもあるね。あのね、開放感やばいよ。ポニテをねほどいた時の開放感、なんだろうね、なんか、あ、私ニアジョイって昼公演も夜公演も髪型どっちも同じだったんですけど、だからずっとね朝からずっとこうギュッとここで縛ってたわけなんですよ、髪の毛を。で夜ね、あの帰る時にメイクさんにほどいてもらったんだけど、もうねほどいた瞬間ね、頭皮がさ、わかる？ギュッてこうここに寄せられてた、この頭のここにもうすぐ頭皮がここにこうやってね寄ってたのね。寄ってた頭皮がカーンってなって解放されましたってなって、なんかじわーってなって、ちょっとおもろかったね。ちょっと頭皮が解放されたの。なんかさ、こうシャンプーとかでさ、こう頭皮をさゴシゴシしてるとさ、なんかこう骨は動かないんだけど頭皮だけがさこうゴリゴリ動くみたいなさ感覚わかりますか？こう頭皮がガコ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 するみたいな、こうするな、前髪とかもさこうやって頭皮だけ動くみたいな、それをなんかもうずっとこう頭皮をもう一定の方向に押さえつけておいて、もう何時間も押さえつけておいてからのパッて払わせた時みたいな、ピューンってね、開放感すごかったね。あ、うかてん、ありがとう。 I love you、 I love うかてん、ありがとう、嬉しいよ、うかてん、ペカリペカリ、わーい、にゃ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 に
あ、ショウさん似合うだって、え、嬉しい、なんだろう、何が似合うと思ってくれたの、ポニテかな、おろし、ストレートおろし、なんだろう、なんでも、なんでも嬉しいありがとう、ペカリペカリ、くーま、くーま、え、かさずみさん、え、タワー2個目やん、え、ありがとう、かさずみさん、なんで2個目、え、ありがとうそんなに素材楽しいぞ思ってくれてんが、ね、ちょっとやばい、私英語できないです、でも嬉しいね、青さんは片隅さんとさ、なんだろう、一緒に過ごせる時間、会えない時はもちろん大好きなんですけども、あの会える時間の方を大事にしたいといつも思っているので、こうやって今日一緒に過ごせる時間があって嬉しいなとかみしめておりますよ最近の片隅さんはどうなんなんだろう、青さんはいつでも思ってるけど、片隅さんはどうなんだろう、ライブの青さんに会えたのファーストコンサートで、待って、なん、1年、ん、ちょっと私時間の感覚が、あれ、去年1年ぶりぐらいじゃ、はぁ、嬉しい、またまたライブ見に来てね、ファーストコンサートよりは私は成長できたんじゃないかと思っている、また会いに来てほしい、ありがとうね、また待ってるよ、ピカリピカリ、ありがとう、バーイちょっと待って、クマタの手チョコメラみたい、ニョ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 、チョコメラクマタ、ニョ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 、昨日ニアンジョイ初めてだったんですけど、めちゃめちゃ可愛かった、嬉しい、これからお会いします、嬉しい、やったー、ぜひぜひまた会いに来てくれたら嬉しいです、待ってるよ、嬉しい、ピカリピカリ、ありがとう、あ、クロスライブも来てくれた、そうだったぜ、やったね、ライブいっぱいしたいな、生きがい、嬉しい、生きがい、アンサーはせっかさんが生きがいですよ、いつもありがとう、ペカリペカリ、昨日生葵ちゃん見て風に落ちました、嬉しい、やった、ツアー行きたいです、待ってる、近いところあるかな、どこに住んでるのかな、ぜひぜひ近くの会場あったら、今ちょうど受付してるのは福岡だけなのかな、でも多分他の会場もまた受付始まると思うので、始まったらまたツイッターかインスタかなんかで告知するので、待ってるよ、待ってるよ、朝に狙い撃ちされました、ハートを狙い撃ち、あ、そういえばさ、この昼公演の夢見るアイドルで、なんか客席練り歩きみたいな感じでさ、みんなで客席を歩いて、なんかニアジョイ学園に入学待ってますみたいなビラ配りみたいなのをしたんだけど、あのみんなに手渡しでね、あの入学待ってますみたいな案内をね渡すっていう、あのあれだったんですけど、そのチラシがね、ね、あのビラレアだよね、もっといっぱいあって、ねえ、みんなに配りたかった、てかあれ私も欲しかった、あれあれ待って、あれ私も欲しかったな、でもあれをね、あのビラのイラストを描いてくれたのは、あのね、レノンなんですよ、レノンがみんなのイラストを描いてくれて、なんかね、いつもニアジョイって結構ライブとかあるとライブとかなんかリハとかなんか結構答えるごとに自撮り、全員で自撮りするんだけど
よくあのももかがね、ももかが「はいみんな映って映って」って言って、ももかが携帯持ってこうみんなでね自撮りするの。でもさ、そういうさ、なんかあのわざわざみんなにさ「ももかがよく自撮りしてくれるんですよ」とか言わない、あっ写真見ればわかるか。でもそうだからね、その夢見るのビラ配りのそのイラストの構図がなんかみんなの自撮りみたいな構図だったんだけど、あのねモーカがこう自撮りしてる構図でね可愛かった。でもみんなめっちゃ似てた。そうレノンが描いてくれたんだよ。ねレノンねマジ何でもできるよ。なんかねすごいみんな似てた。リコとかそっくりだった。リコとね、あとねアイちゃんとかもそっくりだったな。にゃん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 。ルノンといえばバーメシする猫のイメージ。え、あれ猫じゃないよ。あれ猫じゃないよ。あれリンちゃんだよ。リンちゃん、ちょっとリンちゃん猫じゃなくてチワワですよ。あれはレノンの愛犬のリンちゃんです。え、リンちゃんはよく結構ブログとかにも登場して、でも レノンのブログ読んだことあるのかな。そう、結構リンちゃんすごいレノンが溺愛してる、あのレノンのお家で飼ってるあのワンちゃんなんですけど、チワワのワンちゃん。え、似てんだよ。ちょっとあのガンギマリンちゃんね、あのレノンはあのガンギマリンちゃんの絵を描くのが好きで、結構いろんなところにガンギマリンちゃんの絵を描いてんだけど、あれね似てんの。リンちゃんって本当にあのチワワの写真検索してわかるんだけど、チワワって本当にもう眼球が半分ぐらいはみ出てんのね。めっちゃこうギューってしてギューって感じ でそれが可愛いんだけど、もうギョンギョンって目がギューってしてもうギューって感じだね。すごい語彙力ね。あのそれのそれをレノンがずっと可愛い可愛いって言って、そう描いてんのよ。りんちゃんね可愛いよね。にゃん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 。葵ちゃんって高所恐怖症。え、そんなことないと思う。トロッコはでも揺れるのが怖いの。イコノイジョイコニファーフォレストのトロッコってなんか地面が本当にコンクリートでバキバキバキって感じだからすんごい揺れんのね。めっちゃガッタンガッタン揺れるからちょっと怖くて、これね、あの平面ツルツルの屋内の会場のツルツルの平面のトロッコだったら全然大丈夫なんだけど、え、そう怖いの。としゃがんじゃった。逆になんでみんなあれ立ってられるんだろう。でもしゃがんだ方があの客席と顔が近くなっていいかなってね、まあいいかなっていう気持ち。にゃん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 にゃここから書いた、うんふんふん、なぜ女てっぺん、うんふんふん、うんふん、うちらのフライトが見えねえか。ニア城兵庫ツアー行きます。嬉しい、待ってます。わーい。印象的なシャッフルユニットありましたか。え、もう全部全部だよ。全部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 だよ。だってもうみんなが頑張ってるのもうずっと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 近くで見てたからね。もうみんなめっちゃ頑張ってたんだからね。あのね、
ダンス、ダンス、すいません、天使か、天使のあのイコノイジョイってさ、多分3人ずつぐらいいたと思うんだけど、合計9人かな。もうずっとよ、ずっとずっと練習してて、もう本当にみんな頑張ってた。もう揃ってないとか、全員のダンスのところとか、ここが揃ってないとか、ここが違うとかね、もうずっとみんなで撮影して、その撮影したのを見て合わせて練習して、それでまた撮ってみたいなのをずっと繰り返してて、もうね、リハ室でね、完成上がってたもん、すごすぎて。でさ、ダンスもさ、めちゃくちゃすごいさ、みんな本当に歌が上手くて、天使って本当にさ、難しい歌なのにさ、全部良かったけど、レクイエムのメンバー満場一感すごかった。え、そう、あの本当に本当になんか、ニアジョイからはあゆみとももかがあのレクイエムミリアさんとね一緒にやってたと思うんですけど、もう本当にすごかった。なんか二人とも、もうね、もうかわ、とにかく可愛くて、なんかでもこうカメラに映った一瞬で本当に可愛い可愛いって印象に残るあれをね、ずっとね研究してた。ももかとかもね、歌をめっちゃ頑張ってたし、本当にすごかったよ、本当に頑張ってた。もうずっと振り2人で合わせたりとかしてたし、レクイエムさ、歌が難しいじゃん。歌が難しいのに、もう2人ともすごい歌頑張ってたから、もうね、うちらのメンバーを見てくれやっていうね、気持ちだったね。あ、しおりんさんのね、しおりんさんやばかったよね、本当に。だって私もう瀬戸里来た時ね、叫んだもん。瀬戸里来た時に、え、もうこれが一番優勝でしょうってね。しおりんりんりんみたいなフィーリング。私あのキアラティアラ、本当に歌詞がさ、ちょっと分かんなくてやばいんですけど、しおりんりんりんみたいなフィーリング、ぬぬ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 、しおりんりんりんみたいなフィーリング、ぬぬぬ、しおしおりん、トゥ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 ン、あ、そらじゅんさんだ。アイラブユー、嬉しい。アイラブそらじゅんさん。ありがとう。ペコリペコリ。ありがとう。しおりんりんりんみたいなピーリン。にゃん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 。お疲れ、おつだよ。お疲れ、あおつだよ。ありがとう、ピカピカ。ありがとう、ありがとう。あ、カピちゃんだ。クマ、カピちゃん。ありがとうクマ。カピちゃん、ペカリペカリ。ありがとうクマ。あ、青青青さんみたいなフィーリング。にゃん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 。お、今何時？10時20分か。へえ。なんかこの以上終わっちゃったな、本当に終わってしまったわ。お疲れありがとうだめだけど。めっちゃ見えたよ。てかね、思ったよりも全然みんなのことがね、ちゃんと見えた。すんごいいっぱいさ、をみんな来てくれて、すごいすごい数の人だ。うわーってねなったけど。でもなんか私やっぱマイナス 2.75 のコンタクトつけてたからね、あの、
ほんまですか、ほんまですよ、めっちゃ見えましたよめっちゃ見えましたよレス送ったんですけどちゃんと届いたのかしら。クマタンタンタンみたいなフィーリング、にゃんにゃんにゃん、見逃すな。ちょっと待って、クマタンって、クマタンって体柔らかいからダンス上手かな。でもちょっと手足がね短いからね。あ、ザワちゃん、I love you。 ありがとう、ザワちゃん。クマ、ザワちゃん。ピカリピカリ。クマ、クマ。にゃ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 。 S もらえたかもってやつは全部もらえたと思っとくね。え、本当に思ってほしい。だってさ、なんか悲しいもん。で、私はあなたにレッスンしましたよってさ、してるのにさ、あ、どうせ自分じゃないわ、自分じゃないわって思われちゃった、もう悲しいもん。だから、あ、絶対自分ですっていう気持ちでいてくださいよ。くまた、クマタ激しく動くとまた穴が再発しちゃう。大丈夫よ、そしたらまたね、ママ病院に行くんだから。クマタの脇はこの通り。あ、なんかあれ、ちょっとなんかあれ、ちょっとなんか、ちょっとなんか小さい、小さめの穴が。まあいいか、まあね、この程度ならね、人間も鼻の穴とかさ、耳の穴とかさ、こう穴開いてる部分あるしね、まあ、この程度ならいいよね。クマいいんだ、クマこのくらい。あおさんにだって穴が開いてるじゃないか、クマ。早期発見早期発見なのかな、これは。でもさ、チーズってかなり小さいよね、ほら見えない、ちょっと近づいたら見えるけど、わかんないよね。ね、見なかったことにしよう。ね、きっと毛穴だよね。クマタンこんなに毛が生えてんだからさ、毛穴がないとダメだよね。ね、クマタン。早期治療をすべしますいいんです、ほっときゃ馴染んでくるから。あ、初恋カムバック、そう、初恋カムバックどうでした。いや、私初恋カムバック本当になんか振りが一生覚えられなくて、なんか難しかったの、なんか細かくてすごい難しかったの。これなんか一番練習したのに一番振りが覚えられなくて。でもそう、あのイヤモニを貫通してみんなのねコールが聞こえてきて嬉しかった。あ、言いたいことがあるんだよ。で、かわいかった、パッとも嬉しかった。え、そう、ももきゅんさんの歌ありを歌わせていただいたんですよ。ドキドキしたよ。しかもね、衣装もね、なんだ、基本シャッフルってさ、なんだっけ、そう、基本シャッフルって本家さんの衣装を着させてもらってるんだけど、だからね、初恋カムバックのあの MV のさ、衣装を着させてもらったんですよ。にゃー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 にゃ
仕掛けたりして無理無理ギブアップ。私そうダンス天使の次だったから天使のメンバーは着替えなきゃいけなくて 2サビぐらいからの参加になったんだけど、狼葵ちゃんも可愛かったそうヒロインと狼ね、あのキアラさんとコノアのヒロインと狼よね。狼さんで狼さんになりましたよ。嬉しかった、あの耳。誰にでも言うの勘違いしちゃ浮かれたいちごはまかん。奇跡を信じてよ意地悪な君は聞こえないふりね。お水飲もうっと。おいしい。チュルリラパピプ、チュルチュルリラパピプ、もう嘘はやめてね。月下美人の時着てた衣装ってもしかして2周年コンサートでも着てたやつ。あ、2周年コンサートの時は私はね、萌子さんのパートを歌わせていただいたので2周年の時は萌子さんの衣装をお借りしたんですけど、今回はももきゅんさんのパートだったから今回はねももきゅんさんの衣装を着させていただきました。めっちゃいいよね。ももきゅんさんのはねちょっとグレーっぽいやつだったん、もう違う違う、萌子さんのやつはちょっとグレーっぽい感じの、今回んグレー青か、あれ青か、青っぽいやつか、紺色っぽいやつか、あれそうだね、ん違うか、グレーっぽいやつ、どういうんだっけ。ももきゅんさんのやつはねもう真っ黒よ。ももきゅんさん、ももきゅんさんがあのめっちゃ真っ黒のってなんかすごいさ、あんまり見たことないももきゅんさんの姿すぎるんだけど、本当にかっこいいももきゅんさん。電子はどうかいた、チャ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 。そうだから真っ黒の衣装をね着させていただきました。なんか黒って引き締まるわってなったね。意地悪な君は聞こえないふりね。ゴムの形を数えるだけ。雲って言ってた。黒のフォーマルアウトは好きすぎた。嬉しい。黒っていいよね。君に似たルル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 、そうやって、やばい、もう話すことがなくなってきたわ。何か質問がございましたらお答えいたしますわ。話すことがなくなってきましたわ。
この勢いで青さを失って、えっ、嬉しい、やったー、これからも末永くよろしくな。他のグループの話したいメンバーと話せましたか？私はしおりんさんとお写真を撮りたいと思ってたので、しおりんさんと無事にお写真を撮らせていただけて本当に嬉しかったです。ももきゅうさんともお写真を撮りました。私本当にさ、先輩方とさ本当にお話できないの、お話できなくて、あの唯一お話できるのは本当にももきゅんさんとしおりんさんぐらいしかないな。ももきゅんさんとしおりんさんぐらいしか、でももきゅんさんは、ね、本当にね優しいから、ニヤジョイのことすごい気にかけてくださってて、みんなとねお話できる。そう、なんと夜公演のアンコールでは気づいたらしおりんさんが目の前にいてくださり、ぎゅーしてしまいました。メイクのポイント教えてほしい、今度のツアーおいちゃんメイクしたい。嬉しい。私なんか本当にさ、なんか今日のメイクもさ、ちょっと昨日に引っ張られて、ちょっとなんかすごいここが濃くなっちゃったんだけど、あのね、普通の普段のメイクとライブメイクはちょっとやっぱ濃さが違いすぎて、すごいライブメイクはねもうとんでもないぐらい濃くしないと、カメコ写真に写った時にちょうどいい感じになんないから。にゃ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 。ポニーテール自分でやるって決めてやったのに可愛かった。そう、なんかどうしよう、おろしにしようかな、ポニーにしようかなって悩んでて、前にあのポニーがいいってなんか謎にポニーを激推しされたからポニーにした。しおりんりんりんみたいなフィーリング。ね、全然ね先輩方にお話しかけられなくてやばいっす。メンバーとは結構撮りました。メンバーとしか打ち解けられない人。早く始めまして、下に受験頑張ります。今年受験生、じゃあ1個室だ、頑張って応援してるよ。終わったら会いに来てね、待ってるよ待ってるよ。リコちゃんと撮ったよ、ポニー仲間だっつってね、ポニーこうやってポニーアピールした写真を撮ったんだけど、あの夜公演のステージ裏とかで撮ったから、すごい暗すぎて髪の毛が暗闇に溶け込んでしまい、なんかこうやってなんか指が謎にここにある写真みたいなね、変な写真になっちゃったんだけど、撮ったよー。そう、リコのエクステ可愛かったでね。青さん好き度が日に日に増してるんですか、どうしたらいいですか。そのままもっともっと好きになってください。もっともっと好きになって。にゃ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 。一緒にとこが初ニャージョイやったけど、青さんの顔さんになりました。嬉しい。そんなもっともっと可愛いと思ってもらえるように頑張るぞ。にゃーい。にゃ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 。席遠かったけど双眼鏡でたくさん見た。ああ、双眼鏡で見えたかな、よかった、嬉しい。きっと次会いに来てくれたら両席祈願、いい席で見ますように。
来週初めて対面よろしくお願いします。こちらこそよろしくわ。ワクワク。お話し会か、お話し会来てくれんの、すごい嬉しい。わーい。1月の方もよかったら待ってるよ。あの、また多分受付が水曜日3日後かぐらいに始まると思うから、そしたらそっちも待ってるね。話し会って名札あった方がいいかな。え、作ってくれたら嬉しいけど、もちろんなくても分かるよって感じだけど、でも確かにあの名札この辺なんかね、首から下げてくれる名札だとね、こうなんかなんだろう、柵を挟んじゃうとこの辺にこう下の方に名札があるとおーってなってね、見えなかったりするから、このできたらこの顔周りとか、なんか胸元とか首の近くとかにあったりするとみんな見やすいかもしれない。でももちろんどんな感じで参戦してくれても嬉しいですよ。ヒロトロッコですごい近くでハート一緒に作ってくれて嬉しすぎて、その瞬間に青さん推しの良さ、やった。じゃあまたハート一緒に作ろうね。ラブラブだぜ。幼稚園のバッジみたいなやつ探してみます。本当に幼稚園のバッジが一番わかりやすい。この辺にね、バーンとね。顔にタトゥーシールみたいに入れればいいか、名前。いいじゃん、おでことかに書いてくれたらすごいわかりやすいですよ。昨日遠くからずーっと葵ちゃん目で追ってた。でもなんか近くに行った時あったよね。近くに行った時に見つけたと思うんだけど。忘れないよこの夏の匂いだ。あ、指がね難しい。匂いだって先輩も来るらしい。緊張しちゃう。昨日夜公演ウインクしてくれてありがとう。いい思い出になりました。私ウインク下手だけどちゃんとできてたかな。ちゃんと見つけてくれて、見届けてくれてありがとうね。にゃ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 。ビブスキーがまじまじと見られて恥ずかしい。本当に私が目の前に来た時だけ着替えてるやん、なんだって思ったよ。でも嬉しかったよ、ちゃんと持ってきてくれてて。嬉しかったよ。あ、ユサユサイチ I love you I love ユサ、ありがとう。ペカリペカリ嬉しい。にゃ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 。先輩も来るらしい。緊張しちゃう。40分か。ちょっと本当に話すことがなくなってきたからカラオケしようかなって思うけど、本当に今日寝起きすぎて声が本当に出ないんだけど。うまい。てかさ、本当にショールームのカラオケってさ、座りながらさ歌ってるからさ、全然こう声を張れなくてさ、なんか同じようなさ念仏みたいな歌い方になっちゃうの。ずっと念仏みたいな歌い方になっちゃうんだけど、ちょっとそれはご了承くださいという感じです。じゃあなんか歌おうかな。なんかリクエストとかあったらお願いします。でもちょっと寝起きなので声が全然出ないかもしれないけど、
それでもよかったら聞いててください。初恋カムバックね。マーメイド、ノロノロ、思わせ、夢見る、結果美人。初恋カムバック。月下美人って入ってるのかな。ヒロインと狼。桃色で言うネバギバ。パリオエメラルド。初恋カムバックはね入ってたんで、月下美人って入ってるのかな。書き入ってる、すごい。じゃあ初恋カムバック歌って、月下美人歌って、ちょっとそしたらまたリクエストを募集しよう。じゃあ歌ってみます、お願いします。思い出閉じ込めた同窓会で大人の君を見た。好きなワンピ選んでよかったかも。歓声が湧き記憶あふれる懐かしいプリクラ。昔の時期
ありがとう。うわーい。パチ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 。ありがとう。いや、いい曲や。ありがとう。あ、ナナコさん、愛してる。俺が生まれてきた理由、それはナナコさんに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。ありがとう、ナナコさん。あ、マッツンも I love you、 ありがとう。 I love マッツン、ありがとう。あ、オピソさん、ミラーボールいっぱいありがとう。オピソさん、嬉しいね、ありがとうね。ハチビーさんもミラーボールありがとう、いっぱい。あ、オピソさん、星もいっぱいありがとう、嬉しい。あ、ユサ、アイラブユー、これ読んだっけ、読んでないけど、ユサ、アイラブユー、ありがとう。アイラブユーさん、ありがとう。にゃ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 、ありがとう。月下美人歌えるかな、難しい。月下美人ってさ、なんか本当に難しいんだよね。ちょっと待って、喉がやばくて、裏声が全然今ガスガスでやばかった。ありがとう。じゃあちょっといけるかわかんないけど、お願いします。夢を見たんです、幸せそうな私、ぎゅっと握った手は誰なの、目が覚めて七時前、ずっと思い出す、私を見る君の目だった、一瞬の霹靂を抱き、一人泣くのでしょう、冷たすぎる肌が私に溶け込んでくる、君が綺麗とつぶやいた時に悲しそうに花が開く、君が好きよ私の初恋、消えるように咲いた今日だけでいい、香りだけ残してく、経過美人私と見た秋夜空、忘れないで、 I just miss you、愛してる。久しぶりだから私浮かれてた、多分もしもばかりを考えてる、でも間違えてばかりだ、心操るのは君だけだよ、わかってる、奥に潜んだ名もなきあの恋、育ったのは芸家美人、好きだなんて伝えなかったら咲かなかったでしょう、人よの花よ、さよならとつぶやいた、バレないように枯れて散って、空に舞え、忘れないよ、 I still love you、 今もまだ、感じた日の君はまだ大人
なくてありれば言う嘘も言えるようになったの。それでも私の全て君が好きよ今日だってずっと。きっと好きよ明日も明後日も。君が好きよ私の初恋叫ぶように咲いて今日だけでいい。もう二度と開かない経営か美人私が描いた秋夜空忘れないで I just miss you 愛してる。ありがとう。あ、ミッドナイトパーティーさんミラーボールタワーだありがとうミッドナイトパーティーさんびっくりしたよ。もういつまでもいつまでもずっとミラーボールがあるって思ってさ、え、なんなんなんって思ったありがとうミッドナイトパーティーさん、うますぎる。だって嬉しい。そのそんな青さんの歌でそんなねえ嬉しいって思ってくれたのが嬉しいよ。青さんはこれからもミッドナイトパーティーさんのミッドナイトパーティーさんに届くように頑張りますよ。これからもずっと青さんのことを見ててねこちらこそありがとうございます。そんないつもありがとう。こっちこそありがとうですよ。今日もラブだよミッドナイトパーティーさんは今日も青さんラブですか。ありがとう嬉しい。そんなね、昨日ぶりに歌った。ありがとう嬉しい。いっぱい褒めてもらえて。あ、ハチビーさんもミラーボールありがとう。キラキラありがとう。いっぱい。じゃああと一曲がな、一曲ぐらい歌えるかな。歌うますぎて感動しました。嬉しい。ありがとう。やったー。あと一曲ぐらい歌えるかなって思うので、ぜひ聴いてほしいです。ヒロインと狼入ってんのかな。入ってる。桃色デイブレイク、ライオン。片隅さんどうしたのスパークしちゃってるじゃん。私が買い物するときみたいになった。私が服を買うときみたいになってる。急にもう今日はええんやっていう気持ちで服を爆買いするときみたいになってるじゃん。コメントしようとしたらタワー投げてたおもろすぎる。反応したくて、そんなだけど、ありがとう。ウケる。コメントしようとしたらタワー投げてた。面白すぎるありがとうね。じゃあ3本目ありがたく受け取っとくよ嬉しいな、片隅さんとこうやってこれもいい思い出になるからね。ご爆笑ね。これからもちょっとずつ片隅さんとの思い出が増えていくのを楽しみにしてますよありがとうね。ナイスごタワー大事に大事に覚えておきますよ。ありがとう嬉しいよ。
そんな反応するよ当たり前に。じゃあヒロインと狼歌えるかな、高いからな、歌えるかな、ちょっと歌えるか分かんないけど、思い出なので歌ってみます、お願いします。チコはマーカー、ヒロイが凍って私を見つけた、奇跡を信じてよ。意地悪な君は聞こえないふりね、雲の形を例えるだけ、君に似た猫みたい、そうやって惑わすずるいよ。だって大好きだってそう言ったのに、優しくするって言ったのに、また違う子にキュンキュンして、さよならの呪文君あって、チュルリナパピプ、チュルチュルリナパピプ、もう嘘はやめてね、チュルリナパピプ、君なら騙されてもいい、ヒーローイン、と絶対会いに来てほしい、行き先は私の高、君に会えないから寂しい時間は雲に話しかける、優しさだけでは気持ちは途絶える、愛で満たして欲しい、いっぱい君のように甘いパフェ、お得意な言葉にやられる、もうやだなんていつもキョロキョロリン、私はずっと君を見てる、浮気厳禁落石注意、大好きな呪文いただいて、パピプペチュルチュン、パピプペプペチュルチュン、ピンク色の魔術、パピプペチュルチュン、エクストラホットな愛受け取ってください。この地形とは振り返んなし、それがルールよ、定期購入分いたしましょう、幸せ。だって大好きだってそう言ったのに、優しくするって言ったのに、また違う子にキュンキュンして、さよならの呪文一緒に、チュルリナパピプ、チュルリナパピプ、効果は個人差があります、チュルリナパピプ、だってだって悪い狼に噛まれた、チュルリナパピプ、チュルチュルリナパピプ、もう嘘はやめてね、チュルリナパピプ、君なら騙されてもいい、全部が好きよ、ヒーロイン、と本当かな、簡単にわんわんわん、君がわんわん好きな、ふぅーイエーイか、ふぅーありがとうわーいありがとう振り付きでした。あ、オピショさん守りたい声が嬉しい、守ってね、あおさんもオピショさんの笑顔守る、ありがとう、あ、オピショさんミラーボールもありがとう、
キラキラー、ありがとう。あ、ハチビーさんがすんごい大量にミラーボールを投げてくれて、あ、ありがとう、ハチビーさん、嬉しい。あ、ちょっと、はい、ハチビーさんありがとう、ミラーボールたくさん、うわー、キラキラー、ありがとう、ピコリピコリ、ありがとう、ピコリピコリ、嬉しいよ、ありがとうね。じゃあそろそろ終わりにしようかな。ふん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 。かゆい。今日さ、本当はさ、インスタとかもさ更新しようと思ってたのにさ、なんかあのめっちゃ寝てたからさ、なんかボケーとして、今日やったことマジで寝て起きてマック食べてお風呂入ったそれしかやってない。やばい、人間としてどうなんだろう。でもさ、お風呂入ったからさ、いいよね。しかもショールームもやったし。わうわうわうき。でもね、私ね、さっきお風呂入ったから、あのもう寝れんの。メイク落としたら寝れる今。見て、ほらもう寝巻きなんだよ。これジラピケのね、クマさん。もうパジャマなのこれ。クマ。もう今から。あの私はメイク落として寝るモメント帰って寝る。イエーイ。え、可愛いでね、これこれさ、今年の夏のジラピケのなんかシリーズが白クマさんシリーズだったんだけど、見て超可愛いのよ。いって、私も一緒だ、寝てマック食べた最高、マック最高。私はさ、あれも食べたいんだよね、あのコメダの月見が絶対に食べたいから、ちょっとね、コメダの月見を食べるまではね、私の月見は終わらない。あとどこの店か忘れちゃったんだけどね、なんか月見まとめみたいなやつの中になんか餅月見みたいなのがあって、それがすごいすごい惹かれちゃった。私もちもちしてるものは大好きなんでね、餅月見みたいなの食べたい。そう、マックの月見だね。今日食べたのはマックの月見です。月見最高や。じゃあちょっとランキングを読もうかな。じゃあ13位から読ませていただきます。13位、チアヤ、ありがとう。チアヤありがとう。12位がマッツン、ありがとう。マッツンありがとう。そして11位がシャオさん、ありがとう。シャオフラム北海道さん、ありがとう。そして10位がハナさん、ありがとう。ハナさん、ありがとう。そして9位がユサイチ、ありがとう。ユさん、ありがとう。そして8位がオピソさん、ありがとう。オピソさん、ありがとう。そして7位がミサキくん、ありがとう。ミサキくん、ありがとう。そして6位がキューちゃん先輩、ありがとう。先輩ありがとう。そして5位がミッドナイトパーティーさん、ありがとう。ミッドナイトパーティーさん、ありがとう。そして4位が梅太郎さん、ありがとう。梅太郎さん、ありがとう。そして3位がハチビーさん、ありがとう。ハチビーさん、ありがとう。そして2位がノナグさん、ありがとう。ナナグさん、ありがとう。そして1位がドロロ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 ロダン、片隅さんです。ありがとう片隅さん、ありがとう。わー、お呼びできなかった方もたくさんのコメントやギフトありがとうございました。見に来てくれてとっても嬉しかったですよ。ではでは、またねー。バイビー。おやすみみずみー。おやすみみずみー。いっぱい寝るぞー。ぐっすり寝るぞー。あ、ツアーも待ってるよ。お話し会も待ってるよ。全部待ってるよ。また会えるの楽しみにしてるねー。じゃあまたねー。